何かあったか。なぜです、ジャリム、モフセ。レヌス・リテの命、予想より早く戻ってきよった。しかもドールズを山ほど従えておる。大丈夫？心配無用。こんなものほんのかすり傷だ。今はレヌス・リテムへの対策を優先せねば。次また襲撃を受ければこのリテムシティとてもう持つまい。皆が揃い次第軍議とする。お前たちも手を貸してくれるだろうか。では始めよう。ここがレヌス・リテムの目城、ドーム。なすべきことはただ一つ、砂漠を抜けて内部への突入し、そこで一気に撃つ。残された時間も戦力も少ないが、皆の力を貸してほしい。こちらから撃って出る。やはりそれしかあるまいな。だがドームの防御は固い。ただぶつかればいいというものではないぞ。もちろん単純に突っ込むだけというわけではない。近づいた時点で勢力をいくつかに分散させ、相手の戦力を削ぎつつ、レヌス・リテムの待つ中心部へと私を含めた主力部隊が向かう。作戦の詳細はハーディ、ジャリル、モフセンと私で詰める。皆は作戦開始まで準備を進めてくれ。一旦解散とする。こんな時にごめんなさい。例の資料の件なのだけれど。過去の戦いの記録はここに収められている。ありがとう。戦況を変えるような情報が得られるとも思えんが。黙って席を外してごめんなさい。外の空気を吸いたくて。ここは、このハルファは、過酷な場所ね。本当に、残酷で、無慈悲な場所。マノン？ただ、生きるためだけでも、多くのアークスがドールズと戦って死んでゆく。
黄昏に沈むように深く深く響き合う日よ。永遠の風に吹かれて安らかな夢を胸に抱き眠れ。それは弔いの歌、知っていたのか、ナーデレフ。どうしたのだ。戦いの記録を見ていて、気がついたら来ていたの。リテムリージョンは昔から戦いが絶えないのね。多くの人が犠牲になってきた。今度戦いになればまた犠牲が出る。そう思うと、あなたはどうしてここに？大きな戦いの時には必ず来る。死んだ仲間を思い、弔いの歌を歌うためにな。そして心に誓うのだ。もう犠牲は出さないと。だが、これが現実だ。私一人が強くなっても、全員を守ることはできない。私に歌の力があれば、これほど多くの仲間を失わずに済んだはずだ。私が力ないばかりに。違う！悪いのはあなたじゃないわ。悪いのは、本当に悪いのは。ごめんなさい、大声出して。さっきのは忘れて。黄昏に沈むように深く深く響き合う日よ。永遠の風に吹かれて安らかな夢を胸に抱き眠れ。高き魂よ、すべてなくしても、遥か悲しみの果て光を灯せよ。その地へ帰るまで続く歌の力。これは。そうか、わかった。さっきまで調べてたデータ、過去のリーダーたちの。あなたの力はそれとは違う。そう、別の力だったんだ。あなたの本当の力は。